ローゼベー家の戦いは、1382年11月27日に、ベルギー・フランドル地方のローゼベー家で起こった、フランドル軍と、フランス王国軍の戦いである。同年5月のベーフェルハウツフェルとの戦いで、反乱を起こした、ヘントの軍に敗北を喫したフランドルハクル類二世は、フランスに援軍を求め、この戦いでヘント率いるフランドル諸都市の軍を撃破。 ヘントの指導者、フィリップ・バン・アルテベルデを戦死させた。イングランド産の羊毛で毛織物を生産して栄えた、フランドルは、イングランドとの関係が深かった。その富を狙ったフランス王フィリップ4世が1300年に、フランドルを併合したものの、都市同盟が反乱を起こして独立。その後、親フランス政策を取ったフランドル白類一世に、大使都市同盟は再び反乱を起こして、 これを一度は追放するが、フランス王の介入で復権したため、フランドル博は親フランス、都市民は親イングランドというねじれ状態が続き、100年戦争勃発の原因となった。フランスのバロア朝との関係悪化に伴い、イングランド王エドワード3世は1336年に、フランスへの羊毛輸出禁止に踏み切り、フランドルの毛織物産業は大打撃を受けた。 英仏館で百年戦争が勃発した1337年に、ヤコブ・バン・アルテベルデの指導で、中心都市ヘントで反乱が起きると、フランドル諸都市も追随して、フランドル博を追放し、1340年に、エドワード三世に忠誠を誓った。その後、フランドル博類二世が、都市の反乱を鎮圧して、イングランドの影響力を排除するが、1379年に、 ヘントが、ヤコブの息子フィリップ・バン・アルテ・ベルデに率いられて、再度反乱を起こした。フランスをシャルル6世の幼少の間、摂政として、フランスを支配していたのは、王の叔父である、ブルゴーニュ公フィリップ2世だった。フィリップ・ゴータン公の妻は、フランドルハクルイ2世の娘マルグリット3世であり、フィリップ・ゴータン公はギーフを支援するためフランドルの反乱軍に圧力をかけるべく、 ウェストローゼベー家に兵を配置した。ヘントの反乱に対しフランドル博は町を包囲した。市民側は交渉を申し出たが、フランドル博は15歳から60歳の男は首に縄を巻いて降伏せよ。誰を生かし、誰を処刑するかは、こちらが決めると応じた。1382年5月、徹底抗戦を決めたヘントの反乱軍は、 フランドル博側のブルッヘの街を吸収し、優勢なフランドル博軍を破った。ヘントの勝利の方が伝わると、反乱は、フランドル全土に広がった。戦死した、アルテベルデの遺体とシャルル6世自分たちが支配する、フランドルの平民たちの反乱に直面した、フランス貴族たちは事態を重視し、フランドル博の援軍を決めた。約12000のフランス軍の中には、 国王シャルル6世、摂政フィリップ号炭鉱、屠殺者の異名を持つフランス総司令官、オリビエド・クリソンらの姿があった。フランスの伝説的なシンクの軍旗、オリフラムが、ポワティへの戦い以来約30年ぶりに、フランス軍の陣頭に翻った。例は近くのコミーヌに差し掛かったフランス軍は900人の、フランドル軍の足止めにあった。橋が落とされていたため、 クリッソンは志願した400機を率いて密かに溶かし、翌朝戦闘が始まると対岸から本体を援護した。クリッソンの奇襲もあり、霊川には再び橋が架けられ、川を渡った、フランスの大軍は、フランドルや流兵を追い払った。この小競り合いの後、多くのフランドルの都市が、フランス王に高額の賠償金を支払って、を怒った。数で優勢なフランス軍の接近を知った、 アルテベルデは、目下攻撃中だったアウデナールデの包囲を解いて、パッシェンデール近くの丘の上に、フランドル軍を婦人させた。11月27日朝、丘の反対側に陣を敷いたフランス軍に対し、アルテベルデはノームに乗じて、攻撃を仕掛けた。フランドル軍は、騎兵の突破を防ぐため密集法人の体系を取っていたが、フランドル市民軍の密集法人に騎兵が、 壊滅させられた、金白者の戦いを忘れていなかったフランス軍は、騎馬突撃ではなく不評の波状攻撃で、これに応じた。フランス軍の攻撃を何とか撃退して、反撃に出ようとしたフランドル軍だったが、フランス軍指揮官のクリッソンは、フランドル軍の無防備な側面を見逃さず、銃器兵で襲わせた。パニックに陥ったフランドル軍は、後方の兵から逃げ始め、 本体もフランス軍の猛攻に押しまくられて徐々に敗走してアルテベルデは戦死した。フランドル軍の改装後、戦場に残されたアルテベルデの遺体はシャルル6世の前にさらされた後に木に吊るされた。この戦傷によりフィリップ・ゴータン公が得たものは少なかった。フランドル博類2世が2年後の1384年に死ぬとフィリップ・ゴータン公がフランドル博を継いだが、 ヘントの反乱は1385年まで続き、トゥルネーの和訳でヘントの特権が認められてようやく終わった。ありがとうございます。